そうだよ、充電器を買えばいいんだよ。何やってんの俺。充電器、あ、すみません、充電器って売ってます、はい、あ、一応それ売ってますよ。あ、売ってます。この辺はそれらしいものが。あ、そもそも充電されてる充電器ってあるんですか。あの、だいたいそうなのかな、多分電池入ってるんでこれ多分普通にできると思うんですけど、はい、あとはそのカーポートにつないで自転車タイプ、ね、あ、なるほど、ですかね。車じゃないんですよ。ああ、そうですか。これはいけるのかな。多分電池、多分電池あるんでいけるっすよね。多分いけるとは思うんですけど。じゃあこれ買います。ですか。ただね、うちちょっと専門店じゃないんで返品交換できないんですけど。あ、全然大丈夫です。あの、買う覚悟はある。すいません、はい、申し訳ない。はい、大丈夫です。すいません。追加で。タッチ音が鳴る。ありがとうございます。お願いします。ありがとうござい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 ます。写真撮って。あ、いいっすよ、いいっすよ。撮りましょうか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。よし。ということで、旅を再開しましょう。充電器変えたんで、買いました。あ、待って、これ、え、充電できてるの、え、待って、あ、できてるわ、 OK、 え、できてる、 OK、 はい、よし、充電できてます。いやいや、青さん、松戸じゃないですって。今歩いてます。足ガクガクなんで歩いてます。はい、すいません。何使ってる。いや、 iPhone ですね。いや、充電器変えたぜ。とりあえずこれで旅の保証ができたんで、なんかロケーションいいとこ行きたいっすよね。ロケーションいいとこ行きたいっすよ。なんだってコーヒーなんだよ。今日本ですね。はい、ロケーションいいところとりあえず行きたいです。足ガクガクなんで、なるべくなら歩きたくないんですけど、せっかくならロケーションいいところでね、ちょっとゆっくりしたいなっていうふうに思ってますけど。何聞いてんですか。いや、今は何も聞いてないね。はい、なんか行きってイヤホンつけてます。ヘッドホンだ。エアポッツマックスはあげられないよ。ヒゲ生えてんの。いや、違うよ。合宿中で、さっきも言ったけど、合宿中で、あ、待って、え、充電が無理。松戸にロケーションいいとこないでしょ。ありますか。何飲んでんの。ホットコーヒー飲んでます。
ちょっと待ってよ、これ充電器使えないパターンかも。あんま充電がそもそもないのかな。なんでちゃんと刺さってないからかな。ちょっとヒゲはあれですね、剃ってないってだけです。ちょっと剃ればよかった。インスタライブするつもりなかったから。あんま充電器、電池の充電器は遅いよ。あ、遅いんだ。まあなんかその別に充電増えなくてもいいですけど、そのステイしてくれればいいですよ。パーセンテージステイしてくれれば全然問題ないんで。ゴルフやってないです。あのゴルフ場でキャンプしてるんですよ。はい、めちゃくちゃ走ってる。10キロも走りました。朝昨日も10キロ走りました。はい、だから10キロでさ、こうすげえ疲れるからさ、なんかあのハーフマラソンとかやる人じゃないか、フルマラソンやる人とかガチですごいんだなって思いますよね。グラサンかっけー、ありがとう。これはね、シャーマングラサンですね。うん、お、ケンシンさん、お疲れ様です。パーセンテージ、どういうことですか？この間行きたかったな。いや、僕大阪いたんで行けなかったんですよ。バッテリーチャージ、持っていきますよ、今から。いや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 、大丈夫だって。え、タタ君すごいな。暇なのかな？今何してるの？今は散歩っす。散歩してます。散歩であのグッドロケーションを探す旅をしてるんですよ。はい、いい、なんかこう分かる、いいロケーションのところないかなって。暑いのにホットコーヒー、いや暑いからこそやっぱホットコーヒーかなって思ったっすね、正直。ちなみにね、サイクリング、いやだから合宿中なんですよ今。はい、合宿中で外出るつもりもなかったから、なんかすげえ無防備な格好で行っちゃった。やばいな、襲われちゃうなこれ。ちょっと一回休憩しよう。よいしょ。はい、今日のファッション紹介、いや今日はもうハーゲンダッツファッションですよ。合宿中なんであんまバチバチではないですね。でも一応ちゃんとあのシューズと袋のショーツを履いてます。一応ね。痩せましたか？いや痩せてはないですね。どうも。絵持ってくわ。いやありがたいんですけど、さすがにキャンプ場に持ってこられてもっていう、すいません、あのありがた迷惑ってありがとうございます。波動拳打てますか？いやこれ打ってはしないけど一概には言えないですよね。お、オズワールド、ウィス、お疲れです。なのかな、見てくれてるのかな。スッスッつって、よし、このまま行くと多分充電器、いや今大丈夫っすね。割と高校生です。お、そうかそうか。差し入れしたいんですよ。どこのゴルフ場ですか？いや差し入れは大丈夫っすね。気持ちで、気持ち差し入れしてください。あー、なんか歩くの疲れてきたな。でもグッドロケーション探す旅なんで。ちなみにね、結構ここも結構いいんですよ。そのちょっとさ、わかる？
庭感があってさ、いいっすよね。イキリエアポッツマックス熱くないですか。確かにイキってエアポッツマックスつけてるもんな。確かに。お、リアルさんありがとうございます。チャンプ頑張れ、ありがとう。あの今合宿に来てます、成田に。あの待ってます。よし、歩き出そう、自分の人生の時を進めよう。なんかダサいのはなんで、なんでしょうね。あなたのセンスがついてきてないからなんでしょう。合宿って一人、いや一人じゃないですね、みんなでやってます。ゴルフ場このアップダウンがめっちゃあるんで、そこをすごい歩いてますね。歩いてね走ってますね。すごく走ってる。ロケーションの場所ないかな。いいんだけどな、すごく。ほら、わかる？ロケーション的には結構最高なんですよね。いっか、こっちで。暑くないんですか？いや暑いよそりゃ。走る以外はどんな練習してる？いやもう走ることしかしてないですね。はい、もう走り込みキャンプだから。 OK、 走り込みキャンプで、しかも走り込みキャンプなんだけど、なんか俺だけグローブ持ってこいって言われて、俺だけグローブ持ってって来てるんですよね、はい。なんだコーヒー熱いな。熱いコーヒーじゃんこれ。ランニングシューズどんなんですか。いや俺はゴルフ場を走るって聞いて、なるべく薄いやつにしようと思って、なんかトレイルラン用みたいなのナイキのシューズ走ってますね。やっぱナイキっすよ。海行こう。いや海行かないでしょ。行きたいけど。次の練習まであと1時間半ぐらいなんで、あ、そっか、明日つうか今度空いてる時、朝練終わったら海行ってみよう。成田って海ある？あるよ。あんまね、今までそうキックボクサー時代はそこまで走ってこなかったんで、だからこういうなんか新しいことやるっていうのは俺的にはすげえ刺激があって楽しいですね。ねえよだって。いやないんだ、意味ないんだ。なんだケチだな。琵琶湖はね、行きたいけどね、すごいあれですよ。あれ
あ、ここ工事ですか。なんかちょっと高いところでその 山っぽいとことかないですか。こっちですか。あ、ここ行ったらダメですか。あ、 OK です。ありがとうございました。頑張ってください。工事のおっちゃんに聞いたらなんもないって言われました。いやー、あるでしょ、せめて。せめてどっかロケーションあるっしょ。うん、ないって言われちゃったな。なんかちょっと山っぽい。さ、普段もそんなにフランクなんですもん。いや、普通に話しますけど、当たり前に話しますけど。あ、確かに考えてみたらそうかもしれないですね。まあでもさ、派遣でもあるじゃないですか。サングラスどこの、さっきも言ったっすけど、シャーマーのサングラスですね。最近ツイッター更新してない。いや、してんじゃないですか、たまに。サングラス超いいですね。これいいよね、この形。テレビもう出ないの。いや、出なくはないですけど、なんか出たいと思ったら出る、出たいと思ったやつ出る的なノリでいます。オファーとかいただいていいなと思ったら出る的な感じです。なんかプロテーションじゃないけど、ね、転がれるとこあったんで、ちょっとびっくりがいます。オールナイトニッポンそろそろ出て、あー確かに、ちょっと粗品のラジオ遊びに行こうかな。日本ですね。ちゃんと全然できてます、はい、結構歩いたんで、アプローチしてくれよかったな。夏似合う、夏似合うし、苦手なスポーツなんだろうね。基本分かんない、格闘技以外あんまやんないです。髪の毛は今はあれですね、染める感じ、髪の毛が短いのが来てますね。上の高寒そう。いや、すごい暑いよ。虫大丈夫？いや、虫は割と大丈夫ですね。結構ブルー的に言ったら友達が虫で、俺も走った方がいい。いや別に、あれじゃないですか、走る意味があるなら走った方がいい。理由がなかったらですね、しないと一緒。髪伸びましたね。そう、全然汗かいてない。めっちゃ脇汗やばいよ今。新スポでランニング、いやきついな、絶対無理。俺向いてないもん、怖いところとか。
帰りも歩き、歩きですよ。夜勤前にライブで出発。頑張ってください。いいっすよね。昼夜、まあ、逆転の人っているっすよね。どうでしょうか。大変ですよね。何飲むんですか。コーヒーっすね。ホットコーヒー飲んでます。飲み切っちゃった。一緒にしたいですか。いやしたいね。そうそうそう。ちょっと今、うん、毎日すごいやっぱ変化が自分の中でめちゃめちゃわかるから楽しいっすよね、やってて。拳の感触の乗り方が全然違うから、ちょっと楽しみっすよね。早くスパーとかもやりたいし、まあでもそれは今足腰土台作るために走り込み合宿をしてるので、アップルのヘッドホンとソニーのヘッドホンってどうですか。いや俺は分かんないですけど、アップル好きっすね。俺はね、なんかかっこいいじゃないですか。アップルってやっぱ最強だと思うよ、アップルディング的に。4戦目でスーパーに、いやー分かんないっすね。あんま狙ってないっすね。何戦でスーパーチャンピオンになったとか、なんかあんま興味ないっすね。3ラウンド以上慣れました。いや慣れてるよ、本当。慣れたよ。最初は全然もうあるスパーとか超疲れたっすね。この間の6やっても全然大丈夫だったし、イヤホンよりヘッドホン、いや基本イヤホンですね。基本あの有線のアップルのイヤホンつけてるから基本はね。でもたまにはさ、こう切ってこういうのつけたり。ヒップの会場がガラガラですよ。そうなんですか。 MI のエミネーションさ、芝居くんですか。やばいっしょ、ガムだったり、僕も食べるでしょ。やばいでしょ。この後も走る、走りです。すっごく走りです。憂鬱になりそうです。試合を見てみたい。お、ぜひ見てください。なんか見てなんか感じ取って。ヒーキンジャパン見ました。いや、何のヒーキンジャパン、レオといる。いや、佐野はね、今一緒にはいないですね。連絡は取ったんですけどね。佐野はなんか、この間金沢でかましてくるっつって、ライブかましたらしいっすね。すげえ。マスビダルについて、いや、マスビダルについて話すことあんまなくない。すげえ試合とか見てるの覚えてる。あ、そう、アラフォーどうやったらやつですか。年齢あんま関係ないと思うんですよね。痩せにくくなるとか言うけど、ちゃんと動いてちゃんと食事摂取すれば、ここまで関係ないと思います。今日の続きますね。マジで、はい、今日はそうですね、ヴィトンのスケシュー入ってます。結構お気に入り、分厚い感じで。すいません、トラクターの音、あーバス結構音響いてる系だ。
バスの音響いちゃってる系だ。足臭いですか？いやそこまで臭くないと思うんだよ。臭い部類じゃないと思う。街で声かけられますか？うん、声めっちゃかけられますよ。かけられるけどね。全然なんかいいですけど、でもなんか飯食ってる時とかに声かけてくる人とか、子供とかだったら飯屋で飯食ってるんですか、声かけてください、写真撮ってください、いやいやいや、この状況無理っしょ、さすがに言っちゃうっすよ。さすがにそれは言っちゃうのか、無理っすけど、無理っすよ、状況考えてみましょう。今休んでる声かけないんです。いや、誰も俺を止めることにしない。変なタイミングで声かけられたらね、あ、ごめん、なるし、なんかもう結構人見るかな、バイブス見て写真撮ったりとかするかな。基本子供とかだったら絶対なんかね、俺の人生的にね、自分がやってもらって嬉しかったことを、人にやってもらって嬉しかったことは絶対にやるようにしてるっすね。うん、なんかそれ別に他人が嬉しいか嬉しくないかは関係なくて、俺がやってもらって嬉しかったことは自分でもやるようにしてる。なんか例えばさ、その俺ちっちゃい頃とかやっぱこうヒーローものにすごい憧れた、ウルトラマンとかに憧れてショー見に行って、やっぱウルトラマンとか写真撮ってくれた時めっちゃ嬉しかったとか、やっぱ子供の時にその憧れてるものとか人とかにさ会ったら絶対嬉しいじゃん。だからやっぱなるべくそういう人に声かけられたら断んないようにしてるんですよ。そう、ブローですね。それはブロー。うん、とか、例えばその、この間の、これ GQ で話したけど、天エッセンシャルって話したんですよ。アナーキーさんもね、別にそんな仲良くないっていうか、本当に知らないんですよ。だからまあ曲聴いたことあって何回かとか、まあ、こんにちはみたいなしたことあるぐらいですけど、マッチ終わって、いや、お前ほんとすごかったよみたいな言ってもらって、で、なんかそう、自分がつけてた、ね、指輪をね、ちょっとほんと、なんか俺からの気持ちだからって言ってパッと振ったんですよ。なんかそういうのしてもらったんで、あ、すげえ嬉しいと思って、かっけーと思ったから、だから俺も自分で自分の指輪作って、あ、すげー、わ、今日良かったよみたいな、イケてるなっていうやつに渡すようにしたい最近は。うん、なんかそうそういうことさしたら、いや、嬉しかったからね、嬉しかったから俺がしてる。トラクターのと、いや、これはバスの音っす。え、声聞こえない？聞こえるっしょ。リッキーさんの深いところ、いや、ないっしょいや、あの人は見てて面白いですよね、芸人的な感じ。取り組んでください。いや、そういうのじゃないんだよな、くださいとかじゃなくて、なんかかましてたやついたら、いや、お前すげえ、なんか俺のこのさ、すごいよって
お前すげえじゃんっていう気持ちをなんか形に変えるみたいな感じだから、そう、そういう感じ。だからそれはアニメにしてるんです。もう曲出さんの？いやー、レディゴーから出してないですね。ね、なんかやりたいなと思うんですけどね。俺曲、音楽ってやっぱすごいなって好きだし、すごい好きっすよ。やっぱなんかさ、一番こう、なんだろう、人に伝わるのが早いというかさ、こうビートとかもそうだし、言ってるこうリリックだったりとかさ、一番人に伝わりやすいじゃん。でそこから興味持ってその人のこと知ろうと思う。だからなんかそういう手段のために やりたいなとも思うっすよね。たださ、その面白そうだからとかじゃなくて、そういう思いがあって曲やってる人とかを見るとやっぱかっけーなと思うんですよね。そうそうそう、だからそういうのあったらやりたいなと思う。音楽聴くと気分が変わっていいです。結構いいっすよね、気分変わるっていうか、音ってやっぱすごいと思うんだよ。だし、やっぱ話が動いてない文具もらった時は嬉しいし、ちっちゃい時に写真も撮ってもらったことは嬉しいし、だからやっぱなんかみんなでさ、他人にやってもらって嬉しかったこと絶対あるじゃん。そういうのって絶対返ってくるから、自分でもやってあげるとなんかハッピー、そんないい人生を送れるみたいなのかなって思います。どうかな、どうしようかな。いや、ラップも好きだけど、なんか俺がやるとしたらラップじゃないと思うんだよな。ロック、どっちかといったらロックの方だと思うんだよな。まあちょっとわかんないですけどね、こだわるな、こだわるっすね。例えばよくない、俺が俺たちにやろうかなって思う。そうっすね、だからやっぱ人間関係難しい。難しいですか？そんなことないと思うけどね。みんなやっぱさ、心で話さないから多分ね、むずいと思うんですよね。お互いにちゃんとこう心でさ、パッて伝えればさ、絶対伝わるよ。ケイさん、今日も多いです。なんでやねん。東大寺に出る人です。いや、行きたいっすよね、普通に。もう格闘技好きだからさ、最近大寺に結構、まあ、行ってはいるけどさ、てか来てって言われるんだよね、 SD に。佐藤大輔、まあ、これはちょっとあんまり内情知らない人はあれっすね。SD さ、お前は絶対に大丈夫こういう人で、内陣も何見てるかって言ってますけど、試合もそうなんですけど、全体のこうさ、演出から入場からパッケージを見に行ってるんで、だから試合も面白いけど、やっぱその本当にエンターテインメント、日本で一番人気あるんですか、勢いあるんだなっていうのを感じて、それを見に行ってますね。1個のフェスじゃないけどさ、そういう感じですよ。だから俺もうずっと
ボクシングだからボクサーっていう関係なの。俺はずっともうナイス、大事に書いてほしい。そういう気はずっとあります。ボクサーでもあるし。ちょっとで終わりにすっか。ちょっと練習もあるからね。ベストが結構好き。まあ割と好きな方ですね。てかなんかみんながこうハッピーになる空間が好きっすね。とても好きです。そういうは物壊さない。いや、壊したことないよ。ここはね。じゃあ15分ちょいぐらいまでにしようかな。いつまで合宿ですか。もうそうですね、1週間ですよ。一週間だけ。何してた？いや、散歩してたっすね、ずっと。朝5時ぐらいから走って、足が100グラムで散歩しました。そこは公園、公園です。食生活は、まあ減量中以外はそんなに別にめっちゃ気をつけてってわけじゃないですけど、割となんか和食は食うイメージ、っていうか食は食ってるっすね。何してる？いや、今散歩してた。まあじゃあちょっと練習するからさ、キャンプ中なんだ今日。みんな仕事だったり何かと戦ってると思うんで、俺も頑張りますわ。